あのー、昨日かなツイッターで下野くんの歩き方が面白いっていう動画を開けたんですよ。もともとねやってるラジオ番組やって「歌っぷり放送局」って番組やってるんですけどその番組の中で僕がたまたまね下野くんその番組が終わった後帰ってたら あの下野くんだけ先に「お疲れさんした」って言って僕が後ろをつける形にたまたまだったんですよ。でその構造になった時に下野くんを見てたら歩き方が変なんですよ。っていうか俺が子供の時やってたなみたいな歩き方してて明らかに小学生のそれなんですよ。42歳なんですよあの人どういうことやねんみたいな歩き方しててあまりに面白くて動画撮っちゃったんですよね。 僕は動画って犬しか撮らないんですけど犬か子供しか撮らないんですけどもう一人の子供を撮っちゃったんです <laughs> <laughs> でこれはあまりにも面白くてなんかその番組でも言ってたんですよ。で下野くんがよければこの動画を上げたらみんなも笑ってくれると思うよっていうことを話していたのでじゃあ下野くんいいよっていうからちょっと上げてみたんですよ。そしたらなんかすごい話題になって知らない間になんか昨日トレンドに入ったとかっていうのを聞きましたけど。 そこに来てですよ。これすごいんですよ。日本の子供の歩き方特徴的であることが判明ということで、名古屋大学が愛知県岡崎市に暮らす6歳から12歳の小学生424人を対象に、その歩き方を調査したという研究データが。 ついい最近出たらしいんですよねねこれねでその結果日本の小学生たちは股関節の動きがやや内股で高学年になっても変わらないことが判明これは諸外国での計測結果とは明らかに違うというと成長による歩き方の変化はこれまで世界共通だと考えられてきたが日本の子供には 当てはまらないようだということでこれ要するに子どもの時の癖の歩き方は大人になってもそんなに変わらないのが日本人だってことですだから下野んやっぱ子供のままなんですよ <laughs> 間違ってなかったの僕は小学生なのよあれ歩き方がいやでもねにしてもひどいよあれ。あの手をこうクロスして小学生 つってはこうなんかあるじゃんいや手足って交互に出すでしょみんなで手,手は交互に出すじゃないですかもう手クロスさせてるんですよこれプランプランってあのアニマル浜口さんを想像してください「<laughs> キャラーキャラーキャラ」のやつをナチュラルにやって歩いてるわけですよね。これはすすごいんですよ下んで村さ まあ、あのまだご覧になってない方僕のツイッターにまだありますからあの見ていただくと分かりますけどそいつは愉快なんですよ本当に <laughs> すごいよなでも俺お俺子供の時ああやって歩いてた覚えあるけど今やってんのかなあれいやしかも下野君別に僕が撮ってるとかそんなの全然知らないんですよ。 何て言うのあれわざとやってんすかとかちょっとパフォーマンスなんすよねみたいな雰囲気もないとも言えないぐらいの動画なのでも全く意識ないっすからねあの人あれはおもろい生物やわみんな好きなのよう分かりますよあの人ね だから逆にこの名古屋大学のせ、ね、研究者の人とかに下野くんの歩き方を見せたいですよねこれどう思いますかと,、えー、っと確かにこれは子どもの時のままだと思いますみたいな <laughs> ご覧くださいこの研究データと当てはまりますみたいな科学的に分析してほしいもんで、ね、よって小学生ですみたいな <laughs> そんなん見たいわ俺そんなんね。 えー、もしこれを聞いている名古屋大学のこの研究をされてる方がいらっしゃいましたらぜひ、えー、あの下野宏さん、えー、所属事務所ね「アイムというね事務所に所属しておりますからあのアイムさんに、えー、連絡してみてはいかがでしょうか <laughs> はいさあそれではいきましょうさすが下野さん歩き方が変です。<laughs> 2等とと1等3 1> なんだか猫になった気分だね私は女猫耳スナイパー皆さんどうも下野ロですよ